皆さん、こんにちは、京都生まれ、京都育ち、今も京都に住んでます。ふみ、着物クリエイターのふみと申します。よろしくお願いいたします。イエーイ。はい、本日が、また続きまして、夏一重帯の4本目の一応紹介させていただこうと思います。でですね、ちょっとまあその紹介の前に、ちょっとこの動画がアップする前に、2本ほど上げさせていただいたんですけども、なんとですね、今回今まで過去3本ほど帯の画像とかをね、夏一重帯とかを皆さんにご紹介させていただいたところ、もう早速ですね、お客様の方にお買い上げいただきまして、本当にもうありがとうございます、ありがとうございます、ほんまにもう感謝しかないです。ありがとうございます。私ですね、ちょっと自己紹介動画でもお話しさせていただいたんですけどね、そのもう1年半前ぐらいですかね、その久美子先生っていうのを、作家という活動をもう引退しますっていう時はもう完璧にもうその作家活動もこういう仕事ね、こんなお仕事自体も全部やめるつもりだったんですよ。もう本当に着物も触りたくない、もう見たくもないね、デザインなんかもういや何もしたくないっていう感じだったんですけど、やっててよかった、ほんまにもうやめんでよかったなと思います。はい、もう本当にありがとうございます。で、今日ね、ご紹介させていただく帯はもうすでにネットショップの方では実際に出品させていただいているものなんですが、ちょっとね、今までの久美子先生とかの作品をしてはる方にはあらっていう風な形で、ちょっとこんなのあんのっていう風な、デザインではございます。はい、今からそれをちょっとね、皆さんにご紹介させてもらおうと思います。それではスタート。はい、っていうことでご紹介でございます。そちらの帯がこちらでございます。ちょっとね、本当に私にしてはかなり珍しい柄なんですが、ですね、ちょっと今回初めてこの夏一重帯になんとこの龍を、はい、ちょっと実際に描かさせていただきました。で、なんでこんなを描いたかと言いますと、ちょっととある方に、アドバイスみたいな形で言っていただいたんですけどね、久美子さん一回ちょっとこういう龍っていうのをなんか着物とかお目に描いてみやったらどうですかって言われたんですね。で、私言われた時は正直にあんまりピンとこなかったんですよ。っていうのはどっちかっていうと、こういうね、かっこいい系の柄って、着物の作品とかではね、どっちかと結構ありふれてるテーマっていうところもあるし、あんまりちょっと私こういうのがかっこいい系っていうのがあんまりちょっと興味なかったんですけど、でもね、せっかくなんで、ちょっとこう夏物にね、龍っていうのって、あんまりちょっとそういうのは今までこう見たことないな、作家さんでも書いてある人であんまり見たことないなと思って作ったのが一応こちらの、はい、作品でございます。ちょっとね、私の中ではあまりこういかつさを出さずに、ちょっとこうすっきりとした、どっちかとこうクールなイメージの書き方なんですね。で、これね、よー見てもらうと分かるんですけど、分かります？ちょっとこれ分かるかな。ちょっとね、これ実は帯芯に要はお月さんが映ってるんですよ。そう、なんかちょっとこう空のイメージのところですね、ちょっとこう夜のお月さんのところに、ちょっとこのすっきりとクールな感じの龍が、はい、浮かび上がってるような感じでございます。ね、なんかそんなにいかつくはないでしょう。で、そんな怖くもないし、といってこう可愛いという感じでもないんですけど、ちょっと本当スッキリのちょっとクールな感じで、表現をしてみました。で、前の柄というと、こちらもこんな感じでございます。でね、これもうっすら、後でちょっとまた着付けした時にも説明しますけど、ちょっとね、ここ下に、金で分かりますかね、ちょっとこううっすらお月さんが映ってるんですよね。だからちょっとこう月に浮かび上がるちょっと龍ってイメージですね。はい、で反対にも一応三日月が下に映ってまして、でそこにちょっとこの龍の体の一部分が入ってますみたいな、はい、こういうイメージでございます。っていうところで、これも
ね、せっかくなんでちょっと今から着付けをさせてもらって実際にボディに、はい、ちょっと着せたところを、今から皆さんにご紹介させてもらいたいと思います。はい、では着付けが終わりましたのでご紹介させてもらおうと思います。こちらでございます。イエーイ。わかりますか？前の柄がこんな感じです。で、ちょっと本当これわかりにくいんですけどね、うっすらと下に、はい、お月さんが映ってます。遠目の方がわかるかな、少しね。で、ちょっとね、今回のちょっとこの小物の合わせ方なんですけども、今この着させてる着物自体もちょっとこうグレー系で、でそれにこの帯の色がちょっと濃いグレーにしてるので、ちょっとあまりにもね全部がこう同系なので、ちょっと着かし色としてこの黒を、はい、ちょっとポイントとして入れさせてもらってます。で、後ろはと言いますと、はい、こんな感じです。わかりますか？ね、ちょっとここがお月さんがね、少しこうほんのり浮かんでるのがね、すごい綺麗だと思います。で、ちょっとさっき説明しきれなかったんですけど、この竜の柄自体がね、結構ね、長く幅広くお太鼓の柄書いてあるので、もうそれこそ結び方、出し方によってちょっと表情も変わってくると思うので、もうちょっとね、こう竜のところこうね、お太鼓の方を上に持ってきてもいいしっていう風な形で調整は効くと思うので、結構ね、いろんな締め方がまたできるんじゃないかなと思います。で、ちなみにこの竜の柄に関しては一応これは、お太鼓は通常の片面に、はい、なっております。でね、まあ、ちょっとこれも余談なんですけど、ちょっとね、せっかくなんで私のこの着物の方の、説明もさせていただこうと思うんですけど、ちょっとね、今ここにこう下の柄が映ってるの分かります？分かります？なんとなくこうふわーっと浮かんでるのが分かるかな。で、前もそうなんですけどね、ちょっとこういうところに、はい、実はこれも下の長襦袢に朝顔を描いてます。で、ちょっとちょっとお袖のところもね、こんな感じでちょっと映ってるの分かりますかね。で、実際はこういう感じでちょっと出してくると、よいしょ、はい、あ、ちょっとわかるかな、わかるかな、こんな感じです。はい、で、これもちょっとすいません、今回私の私物の一応襦袢なんですが、これ実はですね、あらゆるいわゆるポリエステルの襦袢なんですよ。で、そういうところにちょっとこんな感じで柄付けなんかもできます。で、それを聞かはったら皆さん、え、そんなあらゆる襦袢に描いて、え、こんな色って落ちるんちゃうのって心配されるかと思うんですけど、まあね、確かにやっぱり何回か洗っているうちに、まあ多少やっぱ色は、落ちてきます。で、正直私のこの、私物でこのね描いてある襦袢なんかも、まあこれでね、もう10回以上は洗ってます。でもそれでも結構色残ってるでしょ、こういう感じで。だから、まあ、いわゆるそのお洗濯の時は、まあ、色物とかね、柄物とかとは一緒に洗わずにっていう風な形でネットに入れて、おしゃれ着洗いにしてくれはったら全然大丈夫なんで、なので、まあ、これからちょっとまた、配信というかね、アップしていこうと思うんですが、こういう感じで、例えば、ご自身の持ってはる長襦袢ですね、別に商品であっても、こういう洗えるもの、襦袢とかに、今のこんな感じで、上からこうリメイクっていうんですかね、こういう柄の加工とかもできるので、もし興味ある方はまたネットショップからでも、はい、コメントください。あとはね、一応この着物もね、実はちょっとすごい特徴があって、これね、それだけがね、ちょっとこんな、いわゆるちょっと縦ぼかしっていう風な感じになって、ちょっとこれがキラキラーっと、お星様が手書きで書いてあります。ね、こっちもこんな感じで、はい、書いてあって。で、これは、裾はね、もう全くの無地なんです。全然柄がない感じで。で、これはね、一応ね、天の川をテーマにしたっていう風な着物になってます。要は、このお袖のところが、はい。これがね、一応ちょっと天の川をイメージしてるんですね。で、ちょ
ちょっとこれはね、もう絶対見えないところなんですけど、あ、ちょっとね、これ下前にもね、ちょっとこんなお星様があって、あとはこれは本当その着る時だけの自己満足なんですが、はい、こんな感じで下前の奥身に、はい、織姫さんが書いてあります。かわいいっていう感じで、これはもう全く見えません。もう本当自己満足の世界なんで、はい。ちょっとこれはだからね、こう七夕さんをちょっとイメージしたみたいな着物に、今日はこういう形で、はい、龍の帯を合わせてみました。以上です。はい、っていうことで、今日は、夏一帯の龍の柄の、はい、帯のご紹介でございました。ありがとうございます。はい、ね、ちょっとまたあの今まで久美子先生知ってはる方にとってはね、ちょっとまた新しい感覚の帯のデザインかなと思うんですけども、ちょっとこれを本当にかわいいとかね、優しいイメージはなく、私の中ではキリッとちょっとクールな感じで、またお着物を演出したい方にはすごいぴったりかなと思います。もちろんね、また浴衣とかでもいいし、まあ私持ってませんけど、七五沢とかね、大島とか、なんかそういう夏の紬の着物とかにまた合わせはってもめちゃくちゃおしゃれなんじゃないかなと思いますね。なかなかちょっとこういうね、ちょっと優しさもありながらキリッと感もあって、ちょっとこうクールな感じの龍の柄っていうのも本当に珍しいと思います。で、また一応肝心なお値段でございますね。で、まあ今回は、この龍の帯に関してはお太鼓は片面です。はい、一応通常の表の柄と前のところは一応まあ両面書いてあるっていうところで、こちら税込み8万8000円になっております。いやーね、まあ、手書きでやっぱりこの夏の生地を使って出来上がって、ね、それでは8万8000円。そんな高くはないと思うんですよね。で、まあ、さっきあの最初の方の冒頭の方でもお話しさせていただきましたけども、やっぱり、ね、この柄にしてもそうなんですけども、またすぐに、売れてしまうっていうまた可能性も大でございます。ちょっと本当にそれはもうね、ご縁なんでわかんないんですけど、ですので、お好きな方はまたぜひ、ぜひともすぐにまたあのホームページの方、ショップの方をぜひチェックしてください。はい。それではまたあの、この私の動画の方が、いいねと思った方はまたいいねボタン、またコメントとご支援で。